シーブスです。できるようになってきたのは基礎練習の成果なかもしれません。ベルのカノンです。Thank you.
ハッペルベルのパッペルベルのカノンでした。どうだったかな、まあ、前半は昨日よりは綺麗に蹴って、ポジションアップも大丈夫だったかな、まあはっきりしないいろんなところで細かいミスがいっぱいありましたけど、まあ、これはまあ集中力の問題ですかね。はい、後半のことはちょっと後半は頑張っていろいろやろうとしていろいろ失敗したりしましたが、まあ、まあそれはまああるでしょう。はい、はい、では、人生のメリーゴーランド春の動く城からです。しまったらちょっと遅れちょっと微妙に遅れちゃったとかありましたね。無理やり追いつきましたけども、相変わらずポジションダウンのとこは最初の2音ぐらいがうまく指が追いつかないんですね。はい、引きますと、はい、どんどん行きます。
今までと違っていいところは割と伸び伸びと伸び伸びとというかその脈絡じゃなくて何脈絡をつけるじゃなくてダイナミックに、まあそういうところは良かったかな。まあミスも少なめではあった。まあこの記憶はまだ引けてないんです。ミスはいっぱいありますが、そういうところは良かったかなと思います。メリハリか、メリハリ、脈絡じゃなくてメリハリが割とつけれたかなと思っています。はい、魔法のプリンセスミンキーモモっていう1982年第1期のアニメのテレビオープニング主題歌であるラブラブミンキーモモです。それそんな難しくないはずなんですけどね、ちゃんと練習してないんで。はい、練習はこの毎回弾くときだけ弾くのをそのまま練習してるだけなんですね。あんまり時間かけられないというのがあるので、これはルパン三世、ルパン三世のテーマ、これはもういろんな人が弾いたり してるわけなんですが、これはルパン三世のテーマではなくてルパン三世の愛のテーマ。だから多分ルパン三世、まあ、いろんなシリーズがありますけども、テレビシリーズ そのエンディングテーマで多分流れていた 歌の一つだと思うんですけど、ただこれ今弾くのはそのちょっと調が違って、今井美樹さんが弾いてるバージョンを元にしたものをバイオリンで弾きます。今井美樹さんが歌ってる部分の歌の部分をバイオリンで練習しようとしています。これも本当はその難しくない、バイオリンに弾くのもそんな難しく、全然難しくない、かなり簡単な方だと思うんですけど、まあ練習はしてないので、まあ そんな感じですが、これをちょっとやっていきます。ちゃんと映ってるかな。はい、ではいきます。ルパン三世愛のテーマ、今井美樹さんの歌の部分を弾きます。半分だけあります。長いので、第2番までやると長いので、半分、1番の部分だけをやります。Thank you.
1番が終わったことになるんですけど、ここまでだから2分40秒くらいなんですけど、全部やると5分以上かかってるんで、ちょっとまあやめときます。